おはようございまーす。ティラと申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。皆さんは癖ってありますか？僕はですね、ま、髪伸びてくるじゃないですか。普通は。髪伸びてきて、まあ、もう揉み上げるところ、だから、頭の横のとこだよね。横のところ。が伸びてくると、もみあげがね、やっぱメガネかけてるんですよ、僕って。はい。皆さんの想像通り、メガネをかけてるんですよ、僕は。なんで、気になるんですよね。メガネをかけた時にもみあげこう当たるんですよ。すごい気になるんですよね。だからそのもみあげをメガネで上げちゃう癖があるんですよね。はい。昔からね、中高の時からね、実は髪をいじる癖っていうのがついててね。まあ、皆さんにもいろんな癖があると思うんですけどね。あと、僕ね、もう一つ癖言うんだったらね、やたら規制上げることですか？ああ必勝パターンを見つけます。ああ前々回の動画になると思います。前回の動画はデスゴーゴンが出てると思うんでね、まあ、ドメジャーが出たわけですよ。で、前々回の動画がドマイナー、本日は再びドマイナーへ返り咲きます。見てください。誰だよまたよくわからないのが出てきてしまった。まさにこれはパペットマペット。闇の死体はどっちかというとメジャーな方かなと思うんですけど。さあ、パペット小僧が本日出陣いたしました。パペット小僧は勇者と組まないと第三の技が解禁されないね。必然的に勇者と組むしかなかったんですよ。さあ、そしてね、見てください、ね。人形劇と小話。じゃあ、小話から入ろうかな、まずは。まずはちょっと私のね、お笑い芸を聞いていただき、ふざけてんじゃないよ。もうふざけてね。俺が見たいだけなんだよな、割と。割と、やっぱ自分でも使ってない技とか見たことない技とかあるっちゃあるんですよ。なんでね、ちょっとそこ見てこうや。ラスト一撃せーの409。あ、めっちゃ出んじゃん。人形チームですね。あ、来ました。本当はね、真ん中の人はいない設定らしいですよ。はい。うわ、ちょっと、よけた。ネタ披露しましたよ。あの、本来なんかね、中の人、この黒い人がいない設定なんですけど、黒いの人の方が目立ってる始末ですからね。ちなみに若干ね、こいつは全員人型チームなんで、闇の死体がどう見ても人型に見えないんですけど、人型です、こいつは。はい。行きましょう。DLC 帰ってきた、バギマの威力が素晴らしいんだなぁ。素晴らしい。素直に強いな。バギマ使いとしては、もはやかなりトップクラスの性能を持ってんじゃないかな。やん。あー、勇者が。さあ、行きましょう。じゃあ、これで。勇者と組むことでね。まあ、正確には、闇の司祭は、ソウルと組めばいいんですけど。来ましたね。人形劇ランダムで、何かが発動する。行くぜ。今日は、スライスとしてトップガルよいしょよいしょああ、まさかの、そこか。人形劇は全て攻撃技にはなりますよ。まあ、なかなかね、面白い技だと思いますよ。そして、もう一匹残ってますよ。ソウルと組めばいいんですけど、まあ、勇者と組んだことにね、使えることになるあの技があるんですよ。まあ、結構マイナーな技では一つだかな。うん、まあ、同じ、あの、とある性能と同じなんだけど。来たぜ！まさかあれは、世界の和運を晴らしてやる。いきゃー！アバンストラッシュ！確かに。おお、これは、すげえ！見た目だけじゃなくね、世界の運を晴らしてやる。まあ確かに、アバンストラッシュなんだよな、お前のこの見た目。闇の姿勢さ、振り方仕方がさ、アバンストラッシュなんよ。多分ね、あの、モーションだけ見るんだったら、アバンストラッシュに似てなくもないと。言われてみる。おっと、人形劇、さあ、どんなネタでいきますか？パペット、パペット。はい。お、それドラキーです。おっと、上空から、上空から、ドラキー、終了な、毎回ずっこけどん。いやー、面白いね、君たち。闇の死体、なんか、パペット小僧のせいでさ、なんか、パペット小僧と闇の死体さ、並べてみるとさ、なんか似てなくもないというか、似てなくもないんですよね、見た目が。ちょっと、並べられ、なんか、いたずらにも並べられてしまったせいなのか、なんか、並べられると、似てるわ、お前ら。お、来たか行くか世界の和運を晴らしてやる。地獄から、すまんな。
アバンストラッシュってそうなんだよ、どう見てもアバンストラッシュなんだよその目は。さあ小話から、はい小話、おもりとさよみ で パペットマイペット、はい全然聞きません。さあまあ正直ね、勇者はね本当は目立ってほしくなかったんで、まあ比較的かなりおとなしめになってます。伝説の三神器今回つけてますけど、伝説の三神器、まあ別に勇者がつけると第三の技は確かに発動して、まあ強い技ではあるんですけど、なんだろう、他の勇者の武器甘かけるとか、まあ例えばあとドラゴン特攻の竜神王の剣とか滅魔山とかあるから、わざわざ使うほどでもないんですよね。はい、わざわざ使うほどでもない性能です王者の剣は。まあね、正直今回はアバンストラッシュの人形劇をしていただかないといけないんで、はい、なのでまあ目立ってもらっちゃ困るんですよ、むしろ目立ってもらっちゃ困るんです。勇者にうわーってなって目立ってもらっちゃ困るのね。はい、行くぞってバギーま使えよって思うけど、投げ込まれるからまあこっちでいいや、行くぜってどっちかっていうとこのアバンストラッシュの見た目でギガンストラッシュおらって割と火力出てんの面白いんだよな。ヤマスってそんな力ってことないよね。はい、王者の一戦がエリミネーターにいった。ラスト一撃、セイオーケー。あとは、お、ラストあいつか。ラストあいつかよ。ラストよりにもってパペットマペットから残ってんの。わー、パペットマペットさあ、行けドラゴンクエスト次に、おっと、これは、新作の、広報をつけていくぞ何でも出すな、お前。お続くぜ、この動画。おー、なるほどね。確かに、動画の趣旨としては間違ってないんじゃないか。ユーストーリーだよ、もう気がせませんでしたぞ、ね、パペット、マペットさん。芸人の座を奪いに行くんだ。さあ、開幕、とどめの一撃まあわざわざこんなものをチョイスする必要性を果たして感じませんが開幕との一撃になりました。さあこの芸人軍団、闇の死体までもはや芸人に見えてしまったこのチームでございますが、もう何だったら勇者まで芸人に見えてきましたね。はい、闇の死体なんかフォルム似てるようなんでいたずらにフォルムを似てるせいでちょっとね、闇の死体まで芸人に見えてきたからな、何だったらな頑張っていただきましょう。とりあえず光玉するか、とりあえず光の玉して、大魔王に勇気をね、ちゃんと貯めておかないと。まあ、狙うはもちろんね、パペットマペット芸人討伐ですからね。パペットマペット大魔王を撃破する。いいやん。まあ、パペット小僧自体は8から出てるんですよね、実は。結構、新しめの作品。このバトルロードが出たっていうのと新しめの作品ですね。いいねー、強いな強いよ。うん。闇の際強いんだよ、てか。割と強いキャラなんだよな。うん。DLC の中ではまあ強いブブリに入るよ。おっとこれまさか決めに行くのでは。おここで何してんだおめえは。それはね、ダメなんだよ。あ、ハーゴンとリオさん。あ、パペットマイペット。あー。なんか、なんとしても遅延したい気持ちが伝わってきますね。OKOKOK。じゃあ、つばぜり合いしますね。つばぜり合いして、とりあえずどっちにしてもつばぜり合いした方がいいかな。お、今回は僕のね、つばぜり合いネタを披露しようと思います。芸人として、やらざるを得ない。はい、うん、普通、うん、いや、あのね、なんか、300回やってると、このゲージが普通になってくる。勝つのも普通になってくる。あれだ。うん。なんか、マックス、最初を取らないとなんか、面白くない。おお来ましたね。さあ、今日は、おっと、素早く突進して、飛び上がるーイエーイ違う。なぜ、ユアストーリーの売り上げるもしや、私は貴様に負けてるというのか、うん、パペマペの方が面白いかな。ユアストーリーで売れなかったもの VS。言い方よ。言い方よな、ものは。ね、芸人として成功した、パペットマペットの誰が。お互い売り上げを気にする戦いになっちゃったな。いけよ、パペットパペット。お前は違う。いけよね。世界の暗雲を晴らしてやれ。いけこれもある意味、アバンストラッシュ割と効くな。
うん、割と強いんだよな。力の割に威力は高いんだよな。で、まあ1戦目にやったんですけど、呪いもあるんでね、かなり優勝。あはあ今日のネタは、おっと、ドラキーが、あ、これはドラキー、ドラキーが上からいっぱーい。あ、弱いね。割と弱めなんだな。まず、いつかと早く入って。じゃ、とりあえず、ミルドラス2ターン目、フルアタにはなってくるんで、フルアタだ、うん、あとフルアタだと思う。うん。で、まあ、とりあえず止めるだけしますね。最悪緑だったら、ここで負けたとしても、勇気は追いつけるんで。とりあえず、まずは、ここか、まあ、つばぜりで止めます。私も芸人だったか。だが、しかし、安心してください。安心してください。大丈夫ですよ。安心してください。まあ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 。ああ、そうそうそう、素早く突進して、飛び上がる。行くぜ。何してんだよ、お前も。割となんかスライムで飛び上がってんだ。で、会心出ないなんで。で、どうしようかな。ワンチャンこれさ、ケズイの SP 入れてもいいかもな。ミルドラスがね、正直、まあ、とどめ圏内持ってくのはええんですけど、まあ、恐れてることが一つあって、まあ、ここはフルアタですよね。4、5にいてつカードがあります。そしてミルドラス、割と遅めです。こっちのチームは割とミルドラスよりは早いんで、素直にこれはワンチャンやばいかもしれない。いでつく波動をされて、向こうにとどめを一撃を打たれる。または、高校いでつくで、例のパターンに持ってかれる可能性があるの。いいんだよ。だから、冒頭のオープニング回収しなくていいんだってね。いやー、でも主人公当てないとダメだよ。目立つなとは言ったけど、ちゃんとやれ。やることはしっかりやれ。俺と違って、業務はしっかりやれよ。さあ、パペットパペット。人形劇、それはドラキー召喚、上からって。はい、いけ。よしよしよし、あっちから出てるな、大丈夫だ。ここギガデイン打って、とどめ圏内乗せたいね、もう。もうこのターンにとどめ圏内乗せたいっす。700かな ?600 か。あれこれパペマペちゃんもしかしてやれん感がする。あーっと、大丈夫かおっと、大丈夫か君たち。ほい。さあ、パペマペ。これ、パペマペ?お!よしよしよし、あ、ドラキー、当てろよ、頑張れ。よし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 。で、ここで動くか、動くか。あ、大丈夫大丈夫、あのね、ここはね、今まで、モンマスだったらやばかったけど、主人公入りチームならたまるんだよね。いけ勇気たまるか、世界の万運を晴らしてやる。行くぞ、アバンストラッシュ4弾回収、弾たまる、たまんねえじゃん、うおうおうお、たまんねえ、あれあれたまんない、どうしてどうしてどうしてなの、え、なんでたまなかったの勇気、あれなんでたまなかった勇気、高校いてつく、あれ主人公、あ、主人公、え、あれあれ、え、あれ俺主人公、いや、いてつかどの、なに、減らす量が多いのか、やばい、ちょっと待って、これ高校いてつくで負けです、あれあれ、なんかそのパターンどっかで見たことあるんだけど、あれ、うわー、違う、遅い遅い、早すぎる早すぎる、あ、あ、やばい、これ、え、これ5ターン目の高校いてつカードでどうあがいても負けです。嘘、そんなことあっていいと思ってんの、そんなズルしていいと思ってんの、あー、神は言っている、ここで死ぬ定めではないと、あ、あ、おっと、相手の攻撃、魔界の洗礼です、お、ってことは、ってことはだ。向こうも溜まった!なるほど。今回はそういうシナリオですか。さあ!両者溜まったやつだ!これ一番緊張するのよ。じゃあ、モンバト芸人として、負けられない試合です。とどめの一撃つばぜり合い。勝った方が、勝ちだ。任せろ、パペットパペット、レッツゴー、よっしゃー、これよ、この瞬間よ。どんなチームを使っていようと、どんな戦いであろうと、どんな窮地に立たされても諦めない、それをどっかで教えてもらったよ。
俺の知らないどこかのゲームで諦めないことがの大切さ教えてもらったよ。ハイツキュン。よし。あ、なんか試合対応として熱かったぜ。急に炎の試合が広がっちまった。急に熱かったなこの試合。やったじゃん。まあなんだかんだで、まあ、最悪のパターンで、なんか規制上げなくてよかったわ。もうそれだけは勘弁やで。